か北の地へとやってきた悟空。だがあまりの寒さにロボットは凍りつき、飛行機も墜落してしまった。凍え死にかけた悟空を救ったのは近くの村に住む少女スノであった。悟空はその少女の恩に報いるため、レッドリボン軍にさらわれた村長を助けることを約束し、ホワイト将軍の待つマッスルタワーへと向かうのであった。
生意気者を殺す、いけない。俺、あなたたちがいけないことしているの知っている。生意気なことを言うんじゃない。貴様を作ったのはレッドリボン軍なんだぞ。どうしても言うことが危険というなら聞かせてやろうじゃないか。お前の体にはもしもの時のために爆弾が仕込んである。 俺様がこのリモコンのスイッチを押せば木っ端みじんになるんだぞ。やっぱり俺悪いことできない。では望み通り爆破してやる。 助けてくれてありがとう、嬉しい。名前なんというオラか。オラ孫悟空だ。おめえは？俺、名前は人造人間八号って言われてた。変な名前だな。はっちゃんでいいか。 なんとか八号なんて言いにくいもんな。はっちゃんか。いいな、それ。変なやつ。孫悟空、村のおじいさん、助けに行くのか。そうだった。こんなことしてる場合じゃねえんだ。
ここにいたのか、孫悟空。あれ、はっちゃん下に降りなかったんか。一番上の階行くの多分難しい。俺連れて行ってあげる。将軍の司令室。よし。メカ親分は。村長さん、形勢。よくここまで来れたな、小僧。我が軍に欲しいくらいだ。ホワイト将軍、もう悪いことやめて降参してください。ほう、裏切り者の出来損ないが、降参するのはお前たちの方だ。私のところをじっくりとモニターで拝見するとしよう。さすがのお前もその怪物ブヨンにかかってはおしまいだ。食われてしまうがいいぜ。you
ック。ありゃわかった。俺様の負けだ。村長を渡してやろう。なんて言うと思ったか。動くなよ小僧。おじいさんを人質に。やめてください、ホワイト将軍。どうだ、手も足も出まい。小僧、村長を殺したくなかったら後ろを向け。後ろ？何なんだ。くそ。バカめ。孫悟空、さすがのガキもこれには参っただろう。よくも孫悟空いじめたな。悪いやつ、やっつける。孫悟空、大丈夫か？死んでないか？お、平気さ。ちょっとこてえたけどな。それよか、はっちゃんも撃たれたろ。へへ。俺、人造人間。人造人間、あれくらいじゃ死なない。そっか。ならば二人とも村へ来なさい。腹いっぱいごちそうしてあげよう。本当か。うん、行こう孫悟空。ドラゴンボールはなんとハッちゃんが持っていた。見つかれば村人全員が殺されることを知り、ずっと隠していたのだった。新たなドラゴンボールを手に入れ、次の場所へ向かおうとする悟空。だが、戦闘時の衝撃のせいか、懐に入れていたドラゴンレーダーが故障していた。修理するには西の都のブルマのところへ行かなくてはならないが、そこへ行く手段もない。途方に暮れる悟空に、村の老人たちは均等運がなくなったりはしないことを教えてくれる。彼らに言われた通り、空に向かって呼びかける悟空。すると空の彼方からいつも通り均等運が現れたのだった。三国、いろいろありがとう。俺の一番の友達だ。頑張ってね、リッドリボン軍なんかに負けちゃダメよ。さよなら、あっちゃん。スノー。